混んでんなぁ、すごい。雨の日なのにすごい混んでんな。すごいな、東武練馬。あれ、すごいこんなに混んでんの？こんなに混んでんのよ。あれ、こんな、11時38分だから。混んでんなぁ。あら、ここ、ここ右折禁止？右折禁止？右折禁止？あのマークって、これ右折、あ、7時から20時、7時から20時ってことは右折禁止じゃん。禁止じゃん。なんだ、まっすぐだな。イオンですね。あら、違う、これは歩行者信号だ。危ない危ない、歩行者信号でまっすぐ行くとこだった。幸せな家庭作ろうね。右折入場禁止って本当にあれだな。なんでそんなに右折苦手っていうか、右折ダメなんだな。どうしよう。どっかで回ってこなきゃいけないな。どうしようかな。分かったぞ。ナビ。そこでいいな。そこから行こう。あら、行けるかな。行けね。そこから行けばいいんだな、多分。私のドライビングテクニックだろう。私もですね、これからですね、一生懸命口説き方を勉強してですね、もっともっと妻を口説きたいと思います。もっともっと勉強しますよ、恋愛を。恋愛をってのはですね、本で勉強しますよ、本で。実際の女性で勉強しないとかね、勉強しないとかね、実際の勉強しないっていうかね、まあ、妻と一緒に勉強はしますけど、妻との体験で勉強しますけど、他の女性で勉強しないってことです。私は浮気しませんってこと。すいません、自転車があるんでね、ちょっと行けないんですよ。自転車があるんで、どこまでも行こうみたいな、どこまでも行こう、僕らで行こうみたいな、僕たち一緒に行こうみたいな、愛してるからね。で、子供もね、いつか卒業するんですよ。卒業っていうかですね、まあ、それがですね、子供ですから、まあ、卒業っていうかですね、あれですよ、まあ、家族を作ったわけですよ、私の子供もですね。ただママと僕はいつまでも家族だよ、まあ、みんな家族ですけど、いつまでも僕たち夫婦だよみたいな。子供愛してますよ、大丈夫ですよ。愛しますよ。我が愛するマイワイフ。
I love you forever my wife とかね。から行けば行けると思うんですよ。愛してるよ、何度も愛してるよ、僕の妻を愛してるんだ、ママを絶対に幸せにしてみせる、これからもずっと、そのために絶対未来につなげる、ママ君を絶対僕のママにする、一生懸命これからも口説く、付き合いたいんだ、ママと。伝わってますかね、一生懸命愛しますよ。雨の中こうやってドライブして、あれですか、映画行くってのはですね、はっきり言ってですね、映画も目的ですけど、それはおまけみたいなものです。このカードライブセミナーが目的です。こうやって愛の告白をするために私出かけてきました。こうやって今ママを探してます。船に今にいるって感じですけど、君のことだって、東武練馬にも、東武練馬なのに探してしまうって感じ。愛してるよって感なんて言ってたか分かりますか、心の中で。愛してるです、愛してるです、愛してるです。愛してるです。まあですね、まだ時間かかるんでね、まあ一生懸命言葉を、ね、伝えたいと思います。これからもずっと愛します。何歳になっても愛します。ママが何歳になっても愛します。ママが辞める時も健やかな時も愛します。健やかな時も辞める時も一緒にいます。一緒に辛く行こうかみたいな、病院にしても一緒にいるよみたいな、愛するよ、お見舞いに行くよって、え、介護が必要になった、介護するよって、一緒にいようねって、いつまでも一緒にいようねって、いつまでも一緒にいようね、絶対君を離さないし、君を絶対幸せにする。黙っている時もママのこと考えてるんだよとか。
さてもう少しで駐車場です。今日は何の映画見ようかな。時間帯によりますねってことで、帰るかなって感じですよ。まあ付き合ってないんでね、未確定なんですけど、それでもね、一生懸命口説きます。見てくれてますかってことで、あなたのことですよってことで、愛してます、付き合ってください、好きです、好きです、付き合ってください。愛し合おうって、一緒におじいちゃんおばあちゃんになりたいねって。お、一緒にスーパー行こうかみたいな。隣スーパーだよここ。一緒にスーパーで買い物しようかみたいな。いいよみたいな、一緒にスーパーでスーパーデートしようみたいな。スーパーデート、何デートを超えるの、違うスーパーのデートだよってスーパーデートってスーパーサイジン違う、だからスーパーのデートだって、デートを超えるとかじゃなくて、スーパーデート、スーパーのデートだよ、そうだよ。今日何の量を食事に、料理にする、 食事にするみたいな。今日何、今日の夕食何にするみたいな。何しようか、ママの料理なら何でもいいよって、何でも食べるよみたいな、パパの好きなのにしようかなみたいな、本当にいいみたいな、そんなことやったら嬉しいんだけどみたいな。すいませんね、私妄想人間なんで。ちょっとこれ買ってくみたいな、これ買ってく、何これだって、これこれ、何これって、だからこれだって、何これって、だからこれだって、だって何も持ってないじゃん。だって仕方ないじゃん。これ妄想なんだから、みたいな。これだって、これって。あなたの左手しか見えない、みたいな。じゃあ、右手見る、今度は。右手見る。あなたの右手好き、みたいな。君の手も好きだし、君の体も好きだ、君の心も好きだし、君の人生も好きだ、君の全てが好きだ。君と一緒に行きたいんだ。どんなところも、どんなところもデートなんだよ。わかるかな？家の中もデートなんだよって。え、パパ、家の中もデートなんだよ。当たり前じゃないか。家の中デートだよ、みたいな。たまにはお風呂デートしようかみたいな、何エッチなこと言ってんのみたいな。お風呂デートしようかみたいな、お風呂デートみたいな、いいじゃないか、一緒にお風呂デートしようみたいな。あれなんか混んでるんですかね。多分ここ左だと思うんですよね、駐車場。私の勘では。違うかな？違かったら左ですから。左だったらまた同じだな。ここ、あ、ここ、あれ？ここ、あ、ここまっすぐで確かね、駐車場あったと思うんですよ。私の記憶が確かならば。もしかして駐輪場だったりして。ちょうど今11時52分とかでね、もう少しでお昼です。ランチ食べようかみたいな。ママランチ食べようみたいな。
ママとママ何パパ何ランチ食べるって食べよう、ランチ食べよう一緒に、何食べるみたいな、そうだね、何しようか、あれにするみたいな、ああいいね、あれいいね、あれにしようかみたいな。ママ好きだもんね、あれって、あれにしようか今日もみたいな。愛し合ってるからいいよ、愛してるからいいよ、ママ専用だよってこと。何の話してるんですか。すいません大丈夫ですよね、分かんないですよね、何の話してるか、秋色になっちゃった。ああそこやっぱり駐車場ですね、多分。混んでんな、なんかみんなイオン入ってくよ。雨の日ってイオンって混むんですかね、なんかすごい混んでんですけど、雨の中なのに。すごいな、なんか今日映画が入れるから、なんかすごい人なんですけど、やっぱお昼時だからイオンに食べに来るんですね、多分。ミスタードーナツデートしようかみたいな、たまには中華料理屋デートしようかみたいな。 KFC があるよ、 KFC、 大戸屋があるよ、大戸屋行ってみようかみたいな。あ、ママローソンがあるよ、ローソンデートしようかみたいな。ローソンでさ、どうしようか、何かこう、なんか買おうか、デザート買おうかみたいな、子供たちの分も買ってこうみたいな。ほんと甘やかしすぎみたいな。ごめん。ついつい愛してるからさ、子供たちも。だから、ちょっと甘やかしちゃうんだ、みたいな。つい甘やかしちゃうんだ、みたいな。だってやっぱりデザート買いに行くと喜ぶじゃん、みたいな。だからそれ見たいんだよ、みたいな。笑顔が好きなんだよ。幸せなのが好きなんだ。幸せな家庭を作りたいんだ。まっすぐ行っていいのかな、ダメダメ、これいいの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 かな、危ないのかな、警察に捕まっちゃうかな、大丈夫かな、止まった方が良かった、すいませんね。あれ、ここら辺に駐車場あったと思うんだけどな、気のせいかな。私あれなんですけど、大東文化大学の卒業生なんですけど、私あんまり東部では詳しくないという、なんたることだ、私の大学生活何だったんだって話ですけど、イオンあんまり詳しくないんですよね、ほんとまっすぐ帰っちゃってましたから、私大東文化大学、大体大東文化大学はですね、この東部電話板橋校舎ってのはですね、大学3年4年なんで、結構もうですね、教員採用試験とかのために私いろいろ勉強してたりとかですね、江川武公式サイト、あ、QMA ですね、 WCT 教育指導改革研究ホームページっていうのを作ってたんでね、あれなんですよ、一生懸命作ってた頃なんでね、あれですよ、パパパーって書いてましたよ、これ。ママの話してったか、愛してるよ、それしか言えないのって、それしか言えないけど愛してるんだって、もっと違うことで表現してて、いつも表現してるじゃないか、何を許してあげるって、なんかパパ悪いことしたって、してないよ、しないよ、大丈夫だよ、だからママだけを愛するから安心して、大丈夫だよ、
この輪廻転生、この今世はママを一生懸命いつでも愛するパパだから安心してって、ママだけをいつでも愛する約束するよって、大丈夫パパは浮気しないって、ママを裏切らない、ママを愛してるから、絶対ずっと一途に愛するから、このきつい、この決意、ずっと強く握りしめるからってこと、はい、裏切らないよ、パパはね、薄くですね、薄く何人の女性と愛し合うよりですね、一人の女性と強く愛し合う方がずっといいし、ずっと気持ちいいから、ママとする方がずっと気持ちいいし、ママとするのが一番気持ちいいし、ママとするのが一番好きだから、ママのこと好きだから、だからママを愛してるから大丈夫だ。ママだけを愛するって約束だ、ママだけを愛するって約束だ、ママだけを愛するって誓うよ。あれ、ここ駐車場じゃないな、やっぱり駐車場かと思った、あれ駐車場、あれ駐車場かな、駐車場かな、うん、大丈夫だって、だから浮気しないよ、うん、浮気しない、絶対だって、なんだから絶対だって、何度も言わせたいもん証拠残しときたいのに大丈夫だって、本当浮気しないから、これからの輪廻転生でも浮気しないから、約束する、誓うよ、ママとずっとこの先の輪廻転生も一緒にいるよ、愛するよ、ね、約束するから、あんだこりゃ、めっちゃ混んでるよ、今日何曜日、今日日曜だっけ、こんな混んでんの、入れないんだけど、めっちゃ混んでるんだけど、東武練馬ってそんなに混むとこなの？私、東武練馬侮ってた、本当に。ちょっと東武練馬侮ってたな、ちょっと。すごい混んでんだけど。これ映画今日満員じゃないの？雨なのに。めちゃくちゃ混んでんだけど、大丈夫かな、これ。満車になっちゃうじゃないの？駐車場。駐車場入れないんだけど、これ混みすぎてて。どうしよう、予想外です、大丈夫かな、大丈夫だよ、大丈夫、予想外なことが起きてもきっと乗り越えられる、僕らなら大丈夫だよ、これから僕らから絶対話さないから、だから話さないって言ってんじゃん、なんか喋らないって意味じゃないよ、君のことを話さないって、なんでそうやってなんか誤解するんだよ話さないっていうのは君のことを話さないって意味で、喋らないって意味で、喋らないって意味じゃないよ、喋るよちゃんと愛して育てるって書いてあるよ、愛して育てる、僕らの愛も愛して育てようみたいな、僕らの家庭も愛して育てようみたいな、お、いけそう、いけそう、はい、いけそうです、はーい、はい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 、あ、
お、空いてきた、空いてきた、空いてきましたよ、空いてきましたよ。でも今日予想外に混んでんな。ちょっと予想外だったな。駐車場空いてるかな、映画見れるかな。雨なのに、雨だからイオンって混むのかな。雨の日のイオンはお気をつけくださいってことですね。混んでますね。混んでますよ、これは。食事どころも混んでるかもな。でもね、ママとねデートするために下見に来たんで、坂道で止まっております。坂道で止まっております。人生、人生、坂道もあります。人生坂道もあるけど愛するよってこと。坂道も愛するよ。坂道デートしようかみたいな。私たちの今坂道だねみたいな。見てごらん、今坂道だよって。斜めってるよって。斜めってる風景見ようみたいな。今日雨だから曇りだねみたいな。見える曇りでしょ。下がるな。なあ、混んでんな。なんか知らんけど混んでんな。いつかまたここ来ようねみたいな。みんなでここ来ようね、ここ来ようねって。みんな愛してるよって。みんなで今つばかしてる。愛してるよ。愛してるよ。僕も大好きだ。僕も好きだ。僕も好きだって。僕も好き。え？今満車？なんで僕のところでいつも満車になるの？僕のところでなんでいつも満車になるの？満車になっちゃった。もうなんでいつも、なんか前回の六本木ヒルズの時も僕のところで満車になったし。はい、はい、待ちます。やばいね、1個しか入ってなかったらちょっとあれだな、見逃しちゃうんじゃないの。大丈夫ってことで、ママ愛してるよってことで、今マンシャーだよ、どうしよう。あ、開いた。はいはい、まあさて、マンシャーってことは探すの大変だな。駐車場を探すの大変だな、これ。2F の方がいいんじゃない。 2F の方が混じってんじゃない、多分。多分、ああ、 2F 満車になっちゃった。 2F 満車になっちゃった。
反射で、すごい混んでるよ。雨の日オンイオンってめっちゃ混んでるんだな。ちょっと待って、出口行きたくないよ。あれだからね。ご来店ありがとうございます。だって駐車場行きたいんだけど。あ、ここ駐車場もしかして。ちょっと待って。どうしよう、そこ右左行けないの。駐車場を探してる時もママ愛してるよって、ママのこと考えながら運転してるよって、はい、愛してるよ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 、だから生きててねって、これからも一緒に生きてこうね、先に死んじゃうなって、先に死んじゃうなって、あれ、これ左行っていいんじゃないの、もしかして。なんだ、またここ、またここ、あそこ左行っちゃいけないの。てか、あそこ左行けないんだけど、どうしよう。またここに見えちゃった。ここ、ここ何、ここ、 EV クイック、 EV クイックで EV ダメだな。こっち行っちゃいけないの、こっち左行っちゃダメ。あそこ分かった、2階出口なんだ多分。どうしよう、私何度、私は何度ここをくるくる回るの。エゴ回帰かって感じですね。ママとね、ご会議ならいいよと、何度も結ばれようみたいな、いいよいいよ。あら、一時停止しちゃった。じゃあこの時間帯もママはくどくねえと、だから愛してるよ、僕愛してるよ、愛してるって、愛してるよ、これからも愛するよ。今ちょっとパパかっこいいことするから、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。見た見た見た、ちょっと見た、今ね、あのガラスをね、ガラスを下げたり上げたんだよ。ちょっとかっこよかったでしょ。何パパ、そんな車のガラス開けたりするので口説いたのみたいな。そうだよ、 窓ガラス開け口説きだよみたいなちょっとかっこよかったでしょみたいなこれで僕のこともっと好きになったみたいな。だから僕も愛してるよ、君を愛すためならもうちょっともっとかっこつけるよ、もっとかっこつけるよってことで、もっとこの服着るよってことで、愛してるよってことで、はい、アルフォート食べるね、アルフォート。時間あるからアルフォート食べる、なんか一時停止してるからさ。なんか前もなんかここ車止まってたような気がするんだけど。とにかくね、アルフォート食べるから。アルフォート食べるね。アルフォート。アルフォート。見よ、このアルフォート。見よ、このアルフォート。見よ、このアルフォート。うん、世界、あ、世界一美味しいってことだよ。アルフォート世界一美味しいってことだよ。
アルフォート世界一美味しいから、何度も食べちゃおうか。何回も食べちゃおうか、アルフォート美味しいから。アルフォート美味しい。アルフォート美味しいなぁ。もう2回空車になった。2回空車になった。あら、どん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 車が入っちゃってさ、2回行きましょうか。2回行きましょうか。2回空車になってるから、イオン混んでんなぁ。いや、アルフォート食べれてよかった。アルフォート美味しかった。あれ、満車になっちゃったよ。もう満車になっちゃったよ。ちょっとこっち行ってみようか。こっちも空いてんじゃない、多分。こっち行ってみよう。ほら見てごらん、ママ。あれだよ、なんかまるで、あれ、ちょっと、カリブの海賊みたいだよ、みたいな。ほんとパパってカリブの海賊好きね、みたいな。カリブの海賊好きだけど、ママの方が好きだよ、みたいな。ママの方が好きだよ、みたいな。そんなの分かってるって。分かってる、当たり前、それはそうだな、みたいな。一緒にいよう、未来へ、こう、ずっと。ずっと愛する。だからお互いずっと愛し合おうね。満車だらけだ、満車だらけだ。いつももうずっとカードライブになっちゃうよ、これ。これはもうあれだ、カリブの海賊、家族の海賊だらけになっちゃうだと。おー、駐車場見つけちゃった。ママなんか駐車場見つけたら寂しくなっちゃったよとかね。本当はね、名残惜しいねみたいな。せっかくここまで喋れたのねみたいな。愛してるよ未来英語、ママのこと愛してよ未来英語って。寂しいねって、見つけちゃったから寂しいねみたいな。そうだね、もっとママに愛の告白してたかったよみたいな。ちょっとあれだな、ほんと寂しいな。あ、ちょっと曇ってて見えないみたいな。よし、曇ってて見えない、曇ってて。見てごらん、路中じゃなくて駐車してるけど、その時もママのこと考えてるよって。ちゃんと考えて、ずっと考えて、ずっと考えてるよって。大丈夫だよ、永遠に幸せにするから。ちょっと時間かけていいですか。そうすればもっと口説けるからみたいな。ちょっと時間かけていいですか。はい、はい、映画を見なきゃいけないからね。約束守るよ。もう次の輪でもママを愛するよ。その次の輪でもママを愛する。ずっとどの輪でも、ずっとどの輪でもママを愛するよ。お、今回は輪止めに行ったよ。うまくいったよ。輪止めーっと。輪止めでこれからも、はいっと。
じゃあ映画見てくれね、愛してるよって、ずっと永遠に愛してるよ、未来を愛してるよ、ずっとどんな輪廻転生があっても愛し合おうねってこと、ママを探すから愛してるよって。はい、エタレ675と井川武でした。ありがとうございました。ママ愛してるよって、愛してるよ、これからもずっと。エタレ675と井川武です。こんばんはって、こんばんはっていうほどの時間じゃないですけど、こんばんは、エタリア675と江川武です。はい、エタリア675と江川武です。はい、では、自宅へ帰りまーす。自宅へ帰ります。はい。自宅へ帰りまーす。いや、映画見てきました。あれです。吹き替え版、モアナと伝説の海を見てきました。吹き替え版、モアナと伝説の海を見てきました。私二度目です。前回はですね、字幕版を見たんですよ。字幕版、モアナと伝説の海を見たんですけど、今回はですね、吹き替え版、モアナと伝説の海を見てきました。いや、素晴らしかったですね。二回見てよかったですよ、二回見て。いや、よかったですよ、見て。いや、二回見てよかったですよ。また感じ方が違いますね、感じ方が。恋してる時に見るですね、モアナと伝説の海は違いますね。はい。よかったですよ。はい、はい。はい、すいません。はい、今やりますよ、はい、はい。東京23区、荒川区、はい、はい、行き先設定、ルート変更、探索条件変更、一般優先、探索開始と、案内開始、ナビ頼むぜ。私と今好きな人の今好きな人との結婚への道へナビしてくれってことで、はい、では帰り道も、恋人に、恋人ってかまだ恋人じゃないですね、恋人にしたい女性にですね、愛してですね、将来の未来の妻にしたい恋人に、恋人ってか恋人、恋人にしたい女性にですね、愛の告白しながら帰りたいと思います。もう完全に私の中ではもう恋人みたいな、もう女ですけどね。あれですよ。ほんと付き合いたいです。アルフォート食べます。私の愛するアルフォートを食べまーす。あとアルフォートをさ、置いてですね。助手席に、置いてですね。では、帰ります。アルフォート美味しい。もっと食べていいですか、アルフォート。いや、アルフォートは美味しい。もう癖になりますね。まあ、アルフォートだったら何回でもいけるって感じです。いや、アルフォート美味しい。アルフォート最高。うん。うん。アルフォートもその、アルフォートほどの食べ物はないって感じですよ。アルフォートほどのですね、美味しい食べ物はないって感じですよ。あら、逆走？もしかして逆走？やばい、逆走してる。あまりにもアルフォートに夢中になりすぎてちょっと逆走してしまいました。もうアルフォートの味にですね、ちょっと夢中になりすぎです。もうアルフォートの美味しさにですね、ちょっとちょっと、はい、アルフォートすごいってことで、では 帰りまーす。アルフォート美味しいよって、アルフォートは美味しいよ、もう食べちゃうよって、では帰りまーす。安全運転で帰ります。私もまだまだ死ぬわけにはいかないってことで、はい、帰りまーす。なんか映画館で駐車券がどうのこうのって言ってましたけど、私もういいですよって感じで来ちゃいました。
多分駐車料金払うことになりますけど、まあいいですよ、あのお世話になったんでね。いや、いいとこでした、イオン。ここイオン、イオン、イオン板橋って言うんですかね、なんて言うんですかね、ここイオン、なんて言うんですかね、イオン島胸沼って言うんですかね、なんて言うんですか、ここ。いや、いいとこですね。さて、あー、いや、外も素晴らしい。うん、外も素晴らしい。不妊通り方面、私道間違えてる、大丈夫、大丈夫。不妊通りって聞いたことあるな。あー、後ろに車来てる。ちょっとあれですね、お急ぎなきゃ、お急ぎしなきゃって感じですね。お急ぎしなきゃーって、お急ぎしなきゃー。はいはいはい。あ、出口2つあるじゃん。出口2つありますよ。ウェアイズ駐車券あった。こんなところに置きっぱなしでしたね。はい、ウェアイズ駐車券5800円。駐車料金をお支払いください。よし、はい、シェーです、シェーです。さて、マネーです、マネー。 I have money ってことで、お釣り、お釣り、お釣り、カモン、お釣り、ウェルカムってことで、お釣りウェルカムってことで、はい、お釣りあります、お取りください。お釣りウェルカムってことで、ほんと、あれですわ、私の好きな人と結ばれること、ウェルカムってことで、借ります、ウェルカムってことで。いやー、もうあと伝説の海良かったですね。いやー、良かったですね。二度目も良かったですね、本当に。今日二度目だったんですけど、良かったですよ。いやー、素晴らしかった。はい。はい。いやー。はいはいはい。いやー、良かったですよ。いやー、良かったですよ、本当に。あー、なんだ？関係車両右折？どうなの？良かったな、本当。モアナと伝説の海良かった、本当、本当良かった、最高でした。いやー、最高でしたよ、本当に。いやー、最高でしたよ。知ってますよ、私ここはですね、あの大東文化大学通ってたバスで行ってたんで、わかりました。いやー、でも本当良かった、モアナと伝説の海。あ、私ここ昔大東文化大学通ってて、このここバスで通ってましたよ。バスの運転手って感じですけど、これはマーチですとか、ね、マーチの運転手ってことで、どこ行かれますか、およそ700m先、どこ行かれますか、王女様みたいな、どこに行かれますか、我が妻みたいな、お連れしますよみたいな、幸せをお連れしますよみたいな。私とも幸せな生活でお連れしますよってことで、はい。いやー、よかったで、モアナの伝説の海でですね、まあ、モアナの伝説で見て私ツイートしたのはですね、神様は創造と進化と、創造と進化だけでなく死を与えたっていうですね、あのそういうですね、あれですよ、ツイートをしました。あとですね、あなたの心に、あなたに、あなたは心なくしてないかとかですね、あとですね、正しい心を持てば悪を倒せとかですね、まあ、そんなツイートをしてみました。まあ、いつもながらの私のですね、本当、あれ、世界を変えるための革命ツイートということで、はい、はい、いやー、本当に良かったですよ、モアナ伝説の海。良かったです、大感動しました、大感動しましたよ。あれですね、2度目もいいですね、2度目も、2度目もいいですよ、1度目も良かったですけど、やっぱりいいですね。あの、あれですよ、あれですよ、まるでシンクロしましたよ。私と今の好きな女性とかですね、まるでシンクロしましたよ。私が、あれですよ、これは例えの話で言いますけど、私がマウイでですね、私がマウイで、私の今好きな女性がですね、モアナに感じましたよ、本当。あれですよ、これはですね、人それぞれそう感じるものですよ。ああ、
私の好きな人もは満員な感じがするとかですね、私の彼氏は満員な感じがするとかですね、ああ私の恋人はモアナな感じがするとか、ああ私の、妻は、モアナな感じがする、ああ私のワイフは、モアナな感じがするとかですね、まあ、そんな感じですね。ああなんかあれですよ、私の今好きな女性がですね、まるでモアナに見えましたよ。本当にモアナに見えましたよ、モアナに見えましたよ、モアナに見えました、モアナに見えましたよ。本当に良かったですね。本当モアナに見えましたよ、モアナに見えました。いやーモアナっていい女性です。